はい今回は自民党は失われた30年の経済衰退だけでなく昔から内部崩壊に向かわせようとしていた件こちらについて考えてお話していきます今回もよろしくお願いいたします、えー、今ですね日本国内でまあ,あのこの外国人移民の件がとてもまずいということで、えー、まあ、炎上しているわけですね同時にですね少し前から自民党というのは憲法改正をしようとしており その改憲案というのを国会で多分審議していると思うんですが自民党の改憲案の目的というのは、まあ、救助をなくすあるいは基本的人権をなくす緊急事態条項というのを取り入れて日本を有事にまあ向かわせる自民党の,もその憲法改正案というのは遠丸あるいは創、ね、主国米のその意向というかそれをです、ね、そのまま,まあ反映しているもので日本国民が何としてもこれは止めないといけないんですね。 憲法改正というのは、最後は国民投票になりますから、ここで国民が止められないと、有事に向かう可能性が非常に高まるんですよ。僕たちはそんなことを望まないじゃないですか。で、えーまあ、その有事ということもそ,そうなんですけど、それ以上にですね、ちょっと調べていて、今回、えーまあ、僕、初めて気がついて、この話、リスナー様ご存知でいらっしゃるかと思いまして、まあ、もしわあの分からない、ご存知でない方は、このことを一緒に考えていきたいと思いますし、まあ、ご存じでの方はですね、 まあまあ、そうだなと思っていただくと思うんですが、この、まあ、外国人移民のことなんですが、非常にまずいんですねで、この埼玉県川口市とかで大きく炎上してるんですが、これ何かっていうと、これ自民党が問題なんですよ、だからこういったものを自民党が要するに受け入れ体制を取っているということですね、よくこの政治の話になるとです、ね、野党がいけないんだと言うけど、そうではありません。 昔から自民党っていうのは外国人移民をですね分からないように入れているんですねで。これが日本国内のこの内部崩壊につながるわけですよ。だから有事っていう話を聞くと、ですね日本と諸外国の何かと思うかもしれませんが、今度はそちらに目線を、ね、とと取られて、あるいはそちらを気にして、ですね実は日本国内で崩壊していく、僕たち国民がですねそういったものが非常に懸念される状態であると。 その内容を、まあ、今回 SN、SNS とかで調べたんで、そちらをちょっと考えていこうと思います。で、この今ですね、まあ、日本国内でね、この外国人移民のことが大きな問題となっております。この埼玉県川口市とかで、そこの近くとか、わらびとか、ちょっとよくわからないんですが、そういったところですよね。で、これっていうのは、どういうことを意味するのかっていうと、このままこういったことが続くと、日本が崩壊するんですよ。日本国内でですね、国民が安心して、安全に過ごせない状況になるじゃないですか。 外国人移民がどん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 来てですね、日本国内の内部崩壊が今始まってるんですよ。で、そんなおかしいことはないんですよね。で、その、もちろん外国人がそう来てるっていうのもおかしいですが、それを推し進めているものが日本政府、あるいは自民党ね。だからこれ、どういう構造になってるのか分かりませんが。 まあその自民党の背後の創主国米とかがですねこの日本にえまあこのね外国人移民を受け入れる受け入れ体制をとって自民党もそれにえまあ協力的であると取れますしその外国人がおかしいっていうことを だけでではないんですよ、まあ、それもおかしいですけど、ただね、えー、な,なんて言うんでしょう、別に外国人をね擁護する気は全くないですけど、まあ、あその、なんて言うんでしょうね、うん、受け入れる体制をとってるっていう、だから何が問題なのかっていうと、外国人移民を受け入れてる、積極的に受け入れてる自民党が問題ってことなんですね。おそららくこれわざとやってますから でえー、例えば日本国民とその外国人移民があこう何やら、ねえーまあ、こう衝突するじゃないですか。ただし、その手前で,です、ね、そんなことをしなければ外国人移民を受け入れなければこんなことにはならないんですよ。そういったことを意図的にやってると。でこれっていうのはもちろんはっきりとっていうのは分からないんですよ。別に僕は政府の関係者ではないからね。一般人なんで、えー、あの分からないんですが考えるとこういうふうに取れるんですね。皆さんも多分こういうふうに、えーまあまあ、一緒にというか考えていただくとこういうふうに取れるんじゃないかと思うんですよ。 例えば外国人移民を入れる口実にですね人手不足だっていうことを言うじゃないですかで、まあ、例えばその外国人移民であったらあそのね大企業からしたら安い労働力で使えるとかそういったこともあるかもしれないんですがもっ,もっともっともっとその手前の話があるんですよねなぜ人手不足になったのかって話ですよねでここに、まあ、少子化の問題そういったものが関係してくると思うんですよで日本っていうのはどん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 少子化しているわけじゃないですか 少子化してるっていうことは、もう働く人口も、まあ、全体的にね、日本国民が少ないですから、っていうことになるわけですよ。で子供が生まれてこないから、これから先もどんどん人手不足の問題に悩まされる、じゃあね、外国人民を受け入れようとか、そんなことを言うわけじゃないですか。でわざとやってるんですよ。 でこれ何がおかしいのかっていうと、この少子化の問題だってね、これはこれでまた別の話になりますけど、岸田とあの加藤愛子っていうのが全然やる気がないわけですよ。口では何とでも言ってますが、何もやらないでしょ子ども家庭庁とかっていう利権団体にね、子ども家庭庁って遠丸ですから、その利権団体に金をどん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 流しているわけですよ。あのね、いくつも難しい話が入ってくるんですけど、 その有事、の有事あるいは憲法改正を回避するということもそうですし、外国人移民をねどうにかこうにかしないといけないということもそうですし、この少子化対策ということもそうなんですが、例えばこの少子化対策については、いつもお話ししてますし、皆さんもご存知でいらっしゃると思うんですよ、何が必要かって、必要なことっていうのは決まってるんですよね、消費税を廃止して、教育費の無償化、子どものね学費の無償化をしなければ、この少子化対策なんて止められないんですよ、え。ー にもかかわらず消費税は廃止しないで、学費の無償化、教育費の無償化もしないわけじゃないですか、でども家庭庁に金流してるんでしょ、岸田と加藤愛子って、もうおかしいとしか思えないじゃないですか、だって何にもその少子化対策のことをやってないわけですよ、それも自民党なんですよ、だからこの外国人移民を積極的に受け入れるのも自民党であり、少子化対策をしないのも自民党である。 憲法改正について、えーねえー、国民のマイナスになる宮城をなくす、基本的人権をなくす、緊急事態条項を入れる、これも自民党なんですね、まあ、会見に関しては自民、公明、維新、国民民主ですけれども、だこういったことが、いわゆる売国、あるいは機民政策に当たるんですよ。でたまに僕、言われるんで、この話を繰り返ししますが、なぜ自民党がいけないんですかって、今お話しした通りの理由ですよ。逆に何がいいんんでですすかって話なんですよね で、えー、これが SNS にあったんですが、まあ,あそうなんだろうなっていうことを思ったあ。ね、結構なんていうのかな、恐ろしい話なんですが、えー、こういった言葉があるあるようなんですよ。国家も人も滅ぶときはちから滅ぶっていうことなんですよね。うん。だ例えば今日本あそ,そういった状態にあるじゃないですか。日本っていうのはあね今あ衰退してますが、もし日本が滅ぶってことはうちから滅ぶんですよ。 だから内部的に、意図的に破壊されていくっていうことです。それが今の例えば外国人移民の話じゃないですか。で、このよくですね、僕も調べるんですけど、SNS とかを、そうするといろいろことが書かれていたり、ね、そういったまあものもあるんですけど、大体外国人が悪いとかなんとかっていうんですが、その構造ですよね、問題はその外国人移民を受け入れている自民党にあるんですよ。そして内側から崩壊していくんですよ。 とといいいいうことをまず国民がわからないといけなけさらに言うとですね、こういった話もよく、まあ、皆さんはあんま思われないと思うんですが、共産党はだめだなっていうことを聞いたことがよくあると思うんですよ。共産党赤いとかね、なんかわけわかりませんけど、ただあの僕は思っていて、皆さんも思ってらっしゃるかもしれませんが、日本を救う政党っていうのは、令和か社民か共産しかないんですよ。まあ、かっていうのもあれですけど、令和と、令和と社民と共産しかないんですよ。 自民、公明、維新、国民民主は先ほどの憲法改正で話になりませんし、立憲民主党っていうのは背後に連合、吉野智子がおり、自民党の別動体ですから、うんまあ、日本保守党とかっていうのもね、安倍応援団で同じですよ、有事に向かう、そういったものですよ。だから、何かっていうと、この共産党はだめだなっていう、その考え方が間違えてるんですよね。例は社民 共産しかないんですよで例えばこういう話を僕はすると共産志向だとかって言われるかもしれないです。そんなことは全くないんですよ。別に僕はそういったもの、嘘でもなくでもないんですよ。で、これっていうのもうこういったことは分かってるんですよね。この今の日本を良くしていくには、グローバリストっていうものを要するに、えー、ね対処、退治していかないといけないんですよ。グローバリストっていうのは何かっていうとですね、 例えば日本を含む西側諸国を国をまたがって、まあ、そういった統治するものなんですけどでこれ調べたらあ分かったんですよ昔は、ね、共産党っていったものが考え的に良くないっていうことだったんですが今っていうのは共産党ではなくグローバリストそのグローバル化してる、ね、まあ D の S とかっていうの皆さん多分知ってらっしゃると思いますがそういったものをどうにかしないといけないんですよで自民党とか岸田っていうのは安倍もそうですがその D の S の手先なんですよね。 西側諸国をまたがっているその、まあ、D の S っていうそのものね、うん、それの手先が自民党なわけですよ。で、ここから驚く話なんですが、先ほどお話ししましたね、日本を崩壊させた自民党のやったことっていうのは、 失われた30年、えー、消費税を導入して、ですね、0から3、3から5、5から8、8から10と、ね、上げていったと、今度19にしようとって、国民生活もどうにも日チも3チもいかなくなるようなことを、えー、しようとしている、今10年もかなり厳しい。ねえーもう 日本国民の生活ままならないじゃないですかそして自民、公明、維新でインボイス制度を入れて国民の経済活動,活動を潰しているそういったことがあります中小企業倒産も消費税が原因ですそれと同時にこの小泉竹中がですね雇用の形を正規雇用から非正規雇用に変えてそれで日本の経済衰退して失われた30年でした。 ただし、小泉がですね、また違ったことをやらかしていたというかやっていたということなんですがこういったことが情報があるんですね難民認定申請中の間は送還を行わないと決めたのは平成16年、小泉内閣の時だったということで小泉がこういうことを決めたんですよ。 何でもかんでも規制緩和とかって言ってね、小泉は日本の伝統文化、竹中もですね、小泉竹中と日本の伝統文化を壊して、何でも規制緩和、規制緩和っていう、そのね、小泉竹中自民党のあり方が問題なんですよ。で、よくここで聞かれることがある難民という話があるんですが、こちらも調べたらわかったんですね。あの、難民と聞くとですね、まあ、なんていうのかな、ちょっとうまく言えないですけど、うん。 まあ大変かなとかって思うかもしれないんですがこれも調べた人がいてよく難民とかっていうんですがあその難民っていうのは偽偽物の難民偽難民民っていいうらしいんですよ僕はねこの話をあの今回あのリサーチして初めて知ったんであそう言われればそうだなとちょっと思ったんですけどそれは何でかっていうと日本にたどり着くまでに本物の難民があ日本にたどり着くってのは実質上不可能であると。 申請しててているる難難民民っっううのはほととんんど偽にたこなですよね、うん、だから、その難民の認定率っていうのが低くなるとか、そういったことが当たり前っていうことなんですよ。た多分これ、裏になんかがあるんですよ。僕はそれをちょっと調べたんですけど、わからなかったんで、うん、で、わからないことっていうのはちょっと言い,い,言いませんので、わからないですから、それは申し訳ないですっていうことで、だから何かしらのそういった組織があってね、まあ、それこそ西側の D の S かな何かわかりませんけど、で、その、 偽難民をどん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 入れているっていうそういったことが裏にあると考えられるんですね。だから日本が崩壊しかかってるのはやはり小泉竹中の時特にこの小泉ですね。この 小泉が日本を破壊したと、売国土ですからね、小泉竹中と売国土、そして安倍晋三も売国土、で岸田が最近、それをさらに加速していると、そのように考えられます、そしてこういったものがですね、大きな問題であるということで,で、こちらもですね、ある情報を見つけたので、皆さんと一緒に考えていきたいと思うんですが、こんなことになってるんですね。 日本は難民として認められると1人当たり1年間450万円の予算が下りるみたいなんですよ。で難民申請すると4年の審査期間がありその間は生活費、えーまあ、その住む居住費、えー、家のお金かなで 1, か、えー、1人1ヶ月8万5000円支給されるんでこういったことがあって日本っていうのは不法滞在者、まあ、偽難民がいるっていうことでこれっていうのもこういったものをしてる制度に問題があるわけでしょ。 だって皆さんも思うと思いますけど年間450万円ってさ普通の人が働く給料より全然いいんじゃないですか悠々暮らせるでしょそんなお金があったらその外国人からしたら日本というのはさ言葉が通じないのかなんか知らないけどそのつて,つてかなんかその偽難民で来たらね で生活費とその住むお金だって8万5000円とかもらえるわけでしょ。だからこういう不法滞在者があ日本で暮らせるようなそういうなんか土壌っていうか基盤ができてるんですよ。それがいけないんですよ。おそらく小泉の時からできたんじゃないですか。そして、えーまあ、小泉、竹中、安倍と安倍もよく移民を入れてましたからわからないようにね。で、岸田になってから完全におかしかった。岸田が完全に今暴走してるじゃないですか。意味がわからないでしょ。 岸田ってあのね世界に向かって日本人はマイノリティをを差別してるとかって言ってるじゃないですか。あの日本の総理大臣がですね日本国民に対してこんなこと言うこと自体おかしいし世界に向かってそんなことを言ってる時点でおかしいんですよ。 これってだから、岸田がですね、日本国民を差別してるんですよ。で、これ、何がまずいのかっていうと、複合してまずいことがあるんですが、岸田がこういったものを世界に向けて発信することによって、えー、諸外国とのですね、緊張が生まれたり、えー、有事の懸念が出てくる、だから岸田のこの発言っていうのは、まあ、岸田の背後に当然、米の支持があるんでしょうけど、わけわからないですよね。僕たち国民からして、意味がわからないじゃないですか。だって別に僕たちは何もしてないわけですから、有事にも、有事のことなんて全く望んでもいないしね。 うん、で大体その政治の話をするとわけわからない、えーね、右側とか保守っていうのが言ってくるんですよ。外国が攻めてきたらって。うん、だから今回の件で分かりましたよね。外国が攻めてくる前に日本の国内で内部崩壊します。だから多分そういったあの、まあ、保守と語る衛星保守とか右側の人間っていうのはそういうことが分からないんですよ。 僕、前、お話ししたことあって、皆さんも多分こちら思ってらっしゃると思いますが、日本をですね潰すっていうのは比較的容易なんですよ、外国がその気になればね。貿易を立てばいいんですよ。日本というのは島,島国じゃないですか。貿易を断たれたら終わりなんですよ。だからそういうことを考慮してね、貿易を断たれたときのために備えて、自給自足、あるいは自給率をアップしておかないといけないんですが、ここにも自民党の問題がありますよね。牛を丸した農家にお金を払うって、どうかしてるでしょう。わけわかんないじゃないですか。 でその右側とか伊勢保守が声を大にして言うんですよ。外国がどうのこうのって言うんですけど、日本の原子力発電所にミサイルが飛んだらそれで終わりです。一貫の終わりです。そういった、そういった意味での国防については全く考えないんですよね。で、それとは別に先ほどお話したように内部崩壊ですよね。外国人意味をどか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 入れて、そのね、外国人が、日本人がね、安心安全に暮らせないような今、日本にしてるわけじゃないですか。 そういったことが問題なんですよ。だからこの衛生保守の連中たちっていうのはこういうことで絶対触れないんですよね。あのー、分かってないのか分かってるのか何だか知りませんけど何が問題なのかっていう問題提起をするのであれば外国人移民を受け入れる受け入れ体制をするその自民党ですよあるいはその自治体にもそういったことがね息かかってるんだったらそこが問題なんですよ。 だから、この全然そういうことを言わない、まあ、衛生保守、だから安倍応援団なんですよね、安倍応援団とか、安倍応援団ってのは、そのま丸関係者がほぼですから、まあ、その安倍応援団イコールと丸関係者、後ろからね、それこそそういった外国勢力のね、何かしらのバックアップを受けてるでしょうから、だからこの者たちはこのことについて触れないですよ、僕が話したような話に全然触れないんですよ、何一つおかしくないでしょう、僕の今回、この調べてお伝えした話。 うん、だから例えばそのよく言うんですよ、中国がとか何とかって言いますけど、その中国がの問題以前じゃないですか、今、もう,もう積みそうじゃないですかあの。日本に貿易を止められてね、えー、食料が来なくなったら、国民、ねえー、餓死するでしょ、生きていけないじゃないですか。で例えば、ねえー、それこそ外国がミサイルで原発、原子力発電所を狙ったら終わりでしょ。じゃあ、100歩でそ,そのどちらもないとしましょうか。別に貿易も断たれないし 原子力発電所も狙われないとするじゃないですか。でも日本国内にどん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 どか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 外国人移民が来て治安が悪化したらどうなりますか僕たち日本国民が過ごせなくなるじゃないですか。そういった今状態にいるんですよ。それが一番まずいんですよ。こんな日本に誰がした自民党でしょ。だから自民党政権変えないといけないんですよ。国民が選挙でね。で ななんんでで自民党がいけないけしょうか。だからもうそういうことを言ったりとかあとなんか政治がちょっとわからないからやっぱ自民党しかないかなんてそのね、えー、まあちょっと言い方がよくないんですけどその民度の低さですよ。ここまでこんなね、えー、国民が困るようなあ機民政策をされて、うん、しかも小泉の時から小泉竹中安倍岸田とこう,こういったねバトンをつながれてそれでまだ国民黙ってんのかって話だわけですよ。 自民党と東丸とその後ろにいる、まあ、米、その西側諸国をまたぐグローバリスト、そういったもののしていることに気がつかないといけないんですよ。完全にだから今、日本というのは内側から今あ、崩壊してるんですよ。だから、その当然ですね、あの国民としては憲法改正、それにも声を上げて反対していかないといけませんが、このままいくと日本国内内側から崩れていくんですね、内部崩壊です。 そういうことをしている岸田、自民党、許せないでしょ。だからそう考えたら、日本国民が本当に選挙で、ね、投票する、投票するべきなんですよ。自民党以外に。自民、公明、維新以外にですね。うん、それをきちんと、野党にです。野党に投票して、僕は例は山本太郎さんにしか入れませんけど、決めてるんでね、こういうことをいろいろ考えて、そうですけど、国民がとりあえずもう本当に、 選挙投票に行って自民党政権を交代させないと日本の内側からあの崩れていきますよ。今、多分そういった状況にいます。でそれを前年例えばその埼玉県川口の話でも言わないんですよ、うん。外国人が悪いんだとかって言うんですがそれはそうかもしれないよ。別にその外国人を、ね、擁護するわけじゃないからそれはそうかもしれないけどそうじゃないわけですよ。 それを受け入れる体制、ねえーまあ、土壌というか土台というかそういったものを許している、あるいはそういうことをしている自民党こそが問題でしょ。だから本当に自民党を変えなければ、自民党政治を変えなければ、日本は滅びます。だからその消費税の問題とかインボイス制度の問題とかっていうのももちろん大きな問題ですが、それと同時にですね、この外国人民を、ね、どこ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 入れてるっていうことで、日本国内の秩序をね、そういったものが今、完全に壊れてるわけですよ。 そういったことをちょっと調べて思ったのでちょっとうまくまとまらなくて申し訳ないんですけど今回はこちらの件についてですねちょっと調べて分かる限り精の精一杯お伝えさせていただきました多分リスナー様の中にはですねこういった件について詳しい方が多くいらっしゃると思うんで、まあ、そうかなと思っている方もいらっしゃると思うんですが何かご意見ありましたらコメント欄に書いていただけると。 まあ僕も読んで勉強させていただきたいと思うので、えー、そんな感じで、えー、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。